もし織田信長が秀吉、家康より長生きしていたら。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、もし織田信長が秀吉、家康より長生きしていたらについて紹介していこうと思います。天正10年、1582年、本能寺において明智光秀の襲撃を受け、織田信長は天下統一目前でこの世を去ります。49年の生涯でした。ちなみに秀吉は3つ年下、家康はさらに8つ年下となりますが、もし信長が彼らより長生きしていたなら、一体日本はどのような歴史をたどるのでしょうか。天下統一を果たして安定政権を築く？それとも大きな波乱があってピンチを迎えるのか。今回もイフストーリーとしてお楽しみいただければと思います。信長が生き延びるには本能寺の変が起こらないこと。当たり前の話ですが、信長が生き延びるためには本能寺の変が起こらないことが必須です。つまり信長が京都にいないとなれば、光秀の謀反など起こりようがありません。天正10年、1582年5月29日、信長は安土を立って京都へ向かいます。その目的は諸説ありますが、安土城から38点に及ぶ名物茶器を持ち出しているあたり、公家衆や豪商たちを交えて披露するのが目的だったと思われます。そして、城宿としていた本能寺へ入った信長は、近所からある報告を受けるのです。宗室が病だと？茶会には博多の豪商、姉妹宗室が同席する予定になっていたのですが、体調を悪くして伏せってしまったというのです。さては、長旅の疲れが出たか。信長は心配そうな顔つきになりました。宗室と神谷宗旦には安土城での謁見を許したばかりで、彼らは博多の保護を願い出ていたのです。宗室が来ないなら意味はない。信長はそうつぶやき、小姓たちに命じました。これより安土へ戻る。出立の準備をいたせ。小姓たちは目を丸くします。たった今到着したばかりなのに、もう帰るのか、と。実は博多保護の見返りとして、宗室から奈良芝片付きを譲ってもらう約束をしていました。これは信長がかねてより所望していた名物茶器で、初花、新田片付きと並んで天下三片付きと呼ばれるほどの存在です。今回の上洛は奈良芝片付きを手に入れることが大きな目的だったため、実現しない以上は京都にいる必要がありません。明日の茶会はいかがいたしましょう。小姓が尋ねると信長はぶっきらぼうに答えました。実人様行幸の御典を見聞いたすとでも言っておけ。実は扇町天皇または実人親王を安土城へ迎える行幸を間近に控えており、着々と準備が進んでいました。その様子を確認することを理由に信長は京都を去っていったのです。一方、信長襲撃を決意していた明智光秀は、信長が京都を去ったことを耳にして落胆します。千載一遇の好機が去ってしまったようじゃ、つくづくご運のあるお方よ。今宵のうちに出陣し、山陰道を西へ進む。光秀は秘めた決意を胸の奥底へしまい込み、秀吉の陽動となるべく山陰地方へ向かいます。鳥取城の宮部慶順を支えつつ、最前線で戦う南条元次を救うためでした。毛利を屈服させ、織田幕府を開く？さて、本能寺の変が起こらなかったことで、戦国日本は天下統一へと向かっていきます。山陽から秀吉、山陰から光秀の軍勢が進撃し、同時攻撃を受けた毛利は青色吐息の状態になっていました。すでに6月の段階で備中高松城が落ち、備後や安芸ですら危機的状況に陥っています。また毛利軍主力が羽柴軍と対峙していたこともあり、山陰地方はほぼがら空きの状態でした。その感激をついた明智軍は破竹の勢いで進撃し、宝器を抜いて出雲へ迫りつつあったのです。こうなると毛利家はなりふり構っていられません。
必死になって和睦交渉を懇願し、信長の慈悲にすがるべく悲壮な決意を固めます。一方、信長が出した条件は厳しいものでした。毛利は周防長門以外の領地を割譲すること、庇護している足利義昭については将軍を大位の上隠居すること、かくまっている荒木村重を引き渡すこと、もはや安国寺永継の交渉術をもってしても妥協せざるを得ません。その年の9月、ついに毛利は信長の軍門に下りました。義昭は将軍を辞めさせられ、村重が斬首になったことは言うまでもありません。ところで、形骸化していた幕府だけは存続を許されました。なぜなら、近衛前久の斡旋もあり、信長の嫡男、信忠が征夷大将軍に任ぜられて、第16代将軍となったからです。名目上は幕府を受け継ぐものの、政治機構に関しては新たな枠組みを設け、時代に見合ったシステムを取り入れるのではないでしょうか。一方、信長には将軍、関白、太政大臣いずれかの職を推挙するという三職推任の打診があったのですが、いち早くこれを固辞しています。なぜなら、関白は御設計しかなれませんし、もはや天下統一目前の信長にとって朝廷の後ろ盾など意味はありません。それよりも武家を束ねる存在として信忠を将軍につけた方がより得策でしょう。ちなみに、源氏でないと将軍になれないというのは間違いで、朝廷の許しさえあれば可能でした。鎌倉時代には設計将軍や宮将軍もいましたし、南北朝時代には森吉親王と成吉親王も征夷大将軍に就任しています。また信忠は源氏の名門柴家の家督を継承していますから、将軍就任については全く問題ないでしょう。信長、ついに天下統一を果たす。秀吉と光秀による中国侵攻と時を同じくして、四国や上越地方でも織田家の勢力拡大は続いています。まず四国方面軍として海を渡った織田信孝、丹羽長秀らは阿波や讃岐の武士たちを糾合して長宗我部軍を打ち破ります。さらに天正11年1583年春には土佐へ侵攻して長宗我部元親を屈服させました。元親はかねてから服従の姿勢を見せており、どうにか土佐の領有のみが認められています。さらに上越地方でも織田軍の優勢は変わりません。上杉景勝は西から柴田勝家、南からは滝川一益、森長吉によって圧迫され、さらに重臣柴田重家が謀反を起こしたことで窮地に陥ります。ちなみに上杉には和睦という手段はありえません。なぜなら、信長にとって和睦を受け入れるだけのメリットがないからです。また降伏することも景勝の安全が確認できない限り踏み切れないでしょう。やがて上杉領へ最も迫っていた森長吉の軍勢が防衛ラインを打ち破って春日山城下へなだれ込んできます。こうなると柴田と森によって挟み撃ちにされてしまうでしょう。景勝は残った兵たちをまとめてやむなく坂戸城へ撤退していきました。冬の到来とともに戦況は小康状態となるものの、天正11年春になると坂戸城へ滝川の大軍が迫ってきます。支えきれずに城を捨てた景勝らは60里越えを経て只見を抜け、吉見を通じていた会津の芦名盛隆を頼りました。ところが味方だと思っていた盛隆は敵だったのです。柴田重家の反乱を密かに援助していたのは芦名であり、その事実に景勝は気づきませんでした。景勝は逗留していた屋敷を芦名勢に囲まれ、ついに自害して果てます。越後に残った景勝派の家臣たちもこぞって降伏し、ついに戦国の雄上杉氏は滅亡を遂げました。こうして信長に敵対した勢力はことごとく滅亡、あるいは屈服し、織田家は中国四国から東日本まで伸びる広大な半島を築き上げます。東海の徳川家康、関東の北条氏政、そして東北地方の諸大名とは吉見を通じているため問題はありません。
とはいえ、信長が最も懸念したのが九州地方でした。天正6年1578年に起こった耳川の戦いを契機として、大友家と島津家は反目敵対していました。これに待ったをかけたのが信長です。伊勢貞助経由で島津義久に書状を送り、大友家と和解するよう勧告しました。これに応じた義久は静観の構えを取り、大友とは事を構えずに肥後へしきりに出兵しています。ところがパワーバランスを崩したのが肥前の戦国大名雄三寺高信の死でした。沖田縄手の敗戦は雄三寺家に大きなダメージを与え、後を継いでいた雄三寺政家は島津の傘下に入ることを条件に和睦に踏み切ったのです。ところがこれに異を唱えたのが大友家でした。雄三寺と和睦を結ぶのは言語道断、共に雄三寺を倒すことが道理でしょう。あくまで雄三寺をかばうのなら弓矢を持ってお相手すると強硬な態度を見せたのです。さらに宇佐八幡宮の社人らが義久に書状をよこし、異国の邪法にたしなんでいる大友家を退治してほしいと懇願してきました。こうして義久は大友と私有を決することを誓います。天正12年1584年、島津家が戦備を整えていることを知った信長は再び和睦勧告の書状を送りました。それは、いさかいは国を乱す元となるだろう、もし従えないのなら攻め滅ぼすしかないという強硬なものでした。信長の申し入れに対して義久はこれを了承します。そして大友家と起請文を交わしたことで、ようやく戦いは回避されたのです。信長と秀吉の違いはそこにあるでしょうか。史実の秀吉は関白とはいえ、出自が卑しくて軽く見られがち、また主家から政権を奪った悪党に過ぎません。かたや信長は尾張の一大名から身を起こし、実力で天下人となったヒーローでした。そういった意味では、地方大名ほど信長に対して憧れや恐れを抱いたはずでしょう。こうして東北から九州に至るまでを従えた信長は、ここに天下統一を果たしたのです。信長の次なる目標とは、天下統一を成し遂げた信長にとって次の目標はすでに決まっていたことでしょう。それは、経済を誰よりも知る信長だからこそ取り組まねばならない事業でした。当時の東アジアを中心とした交易は明国を中心に回っていました。南蛮貿易といえばスペインやポルトガルと直接貿易をしていたと思われがちですが、実は明国を介した三角貿易だったのです。必然的に明国のイニシアチブが高くなり、相手国は制限を加えられていきます。いわば明国主導の国際秩序に異を唱えたのが信長でした。明国を介さずとも自由に貿易すること、それが真の狙いです。実はその裏には銀の存在がありました。毛利を屈服させて石見銀山を手に入れた信長は、最も有力な交易品として銀に目をつけたのです。当時の世界はシルバーラッシュ全盛の時期ですから、各国はこぞって銀を求めていました。信長は銀を使って日本を経済大国へ導こうとしたのです。天正14年1586年、信長は明国に対し、三角貿易を廃して自由な交易を始めたいと打診します。ところが貿易の距離を手放したくない明王朝はこれを拒否。それ以降も交渉は続けられますが、なかなか思い通りには進展しません。そんな信長に接近したのがイエズス会です。かねてから中国大陸での布教を広める意向でしたが、彼らの真の目的はキリスト教を広めることで地ならしをし、その国や地域を植民地化することにありました。そのために日本の武力を当てにしたのです。史実でも信長は60余州を統一した暁には艦隊を率いて明国を武力で征服し、諸国を自らの子息たちに分け与えるとルイス・フロイスに語っているほど、それなりに海外へ進出する野望はあったのでしょう。
こうして貿易利権を手にしたい信長と大陸で布教活動を拡大したいイエズス会との利害が一致しました。すでに信長は天下統一直前から鉄鋼船を数十艘規模で建造させ、スペインからは大量の鉛や硝石が輸入されてきます。信長は和船両方の構えで明国と交渉を設け、もしうまくいかない場合は出兵も辞さずと考えていたのです。信長の大艦隊が出撃、その後の日本はどうなる？天正16年1588年春、肥前の横瀬浦を大艦隊が埋め尽くしていました。それは信長自慢の鉄鋼船が50艘、大畑が300艘、その他の艦船は数えきれないという大規模なものです。また全国から馳せ集まった軍勢20万がひしめき合い、乗船の時を待っていました。さらに戦いのために準備された鉄砲は10万丁を数え、膨大な弾薬、兵糧が集積されています。明国との交渉は2年の長きに及びましたが、明王朝が折れることはありませんでした。信長はついに武力をもって攻め入ることを決意したのです。100年以上戦ってきた我が兵には恐れるものはない、思いのままに功名をあげよ。全将兵は奮い立ち、異国での勝利を誓います。まず第一陣が東シナ海を渡っていき、続々と大軍が出奔していきました。その後には補給物資を満載したスペインのインディアス艦隊が続きます。いわば日本スペイン合同艦隊といえる陣容でした。信長はひときわ巨大な鉄鋼船である旗艦日本丸に座乗し、柴田勝家、明智光秀、羽柴秀吉といった武将たちもそれぞれの艦隊を率いていました。また徳川家康、大友義宗、北条氏直といった諸大名も出陣しています。まさに国を挙げての出兵でした。信長が目標として定めたのが寧波という港湾都市です。かつての港湾の駅ではモンゴル軍の出撃拠点となり、日民貿易でも主役となった都市でした。信長は朝鮮半島経由ではなく大陸へ直接上陸するつもりだったのです。大規模な艦隊を見た寧波の人々は恐れをなしました。見たこともない巨大な黒船が海を埋め尽くしていたからです。すると鉄鋼船に備えられていた大砲が一斉に火を吹きました。耳をつんざく大音量とともに大量の砲弾が降り注ぎ、あっという間に明軍の拠点を破壊していきます。やがて第一陣を担う軍勢が上陸作戦を展開しました。圧倒的な艦砲射撃の前に明軍の反撃は弱く、日本軍は瞬く間に拠点を確保していきます。その日だけで2万の軍勢が揚陸され、寧波のほぼ全域は日本軍の手に落ちました。明軍は有効な抵抗ができないまま支配地域の拡張を許し、後続の日本艦隊は続々と将兵を陸揚げしていきます。さらに寧波の対岸にあたる集山島や金島島にも拠点を構えました。第一陣が上陸して3日後、いよいよ信長が上陸します。戦況を聞くと満足そうにうなずくのですが、軍議の席で思わぬことを言い出しました。越図のある場所を指し示し、この線から攻め上ってはならんと固く指示したのです。いぶかしむ諸将たちですが、信長はさらにこう付け加えます。わしが書状をしたためるゆえ、北京の万礼亭へ使いを出せ。やがて信長の使者が北京へ赴き、皇帝宛ての書状が渡されます。するとその内容を見た帝臣たちは皆驚きました。寧波を手に入れた後はいよいよ南京を攻め滅ぼす。万礼帝治世下の明国では政治が堕落し、肝心の軍勢すら腐敗の極みにありました。そのため日本軍の攻撃に対して有効な手段が打てなかったのです。しかも南京はかつての首都であり、現在でも副首都とも言うべき重要な都市でした。青ざめる皇帝と帝臣たちはさらに信長の文言を確認していきます。もし寧波を割譲するのなら和睦に応じてもよい。
すなわち忍法を日本に割譲することは明国が持っていた貿易利権を手放すことを意味します。とはいえ信長の要求を聞き入れなければ南京は滅亡を免れないでしょう。また各地では腐敗政治による軍民レベルの反抗機運が高まっていました。こうしてまともに戦うことなく万例帝は要求に応じ忍法を割譲することを受け入れたのです。信長は明国の衰えぶりを看破していたことでしょう。何も朝鮮半島経由という回り道をしなくとも明国へ直接プレッシャーをかければ折れざるを得ないことに。こうして武力による脅しは功を奏し、日本は労せずして東アジアのリーダーとしての地位を手に入れました。その年の夏にはほとんどの日本軍が撤収し、忍法には数万の守備隊だけが残りました。やがて忍法には多くの宣教師や日本人商人たちが渡り、その後も東アジア有数の貿易都市となることでしょう。やがて勢いを失ったスペインに代わってイギリスやオランダが台頭し、次の貿易相手は彼らになるはずです。さて秀吉や家康が亡くなった後も信長は生き続けます。その頃には80歳を超えているでしょうか。とはいえ明晰な頭脳は衰えを知ることがありません。日本を経済大国へ押し上げた彼はその後も歴代将軍のアドバイザーとして大きな影響を及ぼすかもしれませんね。また海外志向が強かった信長にとって鎖国といった地味な政策は似つかわしくありません。積極的に海外と交流し日本を世界の列強国へと導くでしょう。さあ信長が生きていた if の世界では現代日本はどんな国になるのでしょう。明治維新も太平洋戦争も起こらない可能性がありますし、日本人のモラルや考え方も大きく異なったかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。